はいおはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。えそれでは2023年の6月の11日ですね。ポッドキャストを始めていこうと思います。今朝の熊本県出吉雨でしたね。というかね、もう本当最近雨ばっかですよね。も、ま、う、あ、昼前、ね、昼前ぐらいから雨上がりましたけどもね、もう本当雨すごいですよね、ここ最近。まあ、台風の影響もあってね、梅雨前線が、ね、結構刺激されて雨が降った。 って感じなんでしょうけどもね。もうほんと、ね。これからが本番って感じなんでね。お互いに気をつけていきましょうね。もういきなりバーって降ってきたりしますんでね。ということで、本日もポッドキャスト始めていこうと思います。今日ですね、あの動画配信いたしましたけども、午前中、店内放送してたらですね、<laughs> なんかしたかわらんかったな。午前中、店内放送してたらですね、あの、惣菜コーナー放送してる時に、なんか、 オーラが出てたんですよね、総菜から。俺を食べてくれ、俺美味しいぞ、みたいな感じのね、出てまして、その二品ご紹介したんですけどもね。まあ、実際ほんと美味しかったんですけどもね。なんだろうね。たまにそういうのありませんかなんかね、そういうオーラっていうかね、なんかビンビン出てる商品があるんですよね。まあ、そういう商品を紹介したりしてるんですけども。 ねえ、とか、新商品とかもなんですけどもね。ねえ、やっぱりそういう商品ってね、やっぱ、いいで、いいっていうか、美味しいのが多いんですよね。本当ねなんか、ネタないかなと思ってね、開店前とかにね、ちょっと店内をうろうろしたりするときあるんですけども、そういうときにね、本当パッて目についたりするんですよね。もう本当歩いてて、ここら辺にパッて浮かんだりとかね、もう視界、視界の、 横側でね、あったりするんですよね、もうほんと。とかね、まあ見てて、パッて出てきたりとか、ほんとあるんですよね。あれ不思議なもんでね、まあそういう商品をね、紹介したりしているんですけどもね、ほんと、ね、あの、なんでだろう。マヨネーズとかもね、ずー,らーっとね、いろいろありますよね、味の素とか、まあキユーピーとか初めて、初めといたしまして、いろんなマヨネーズあるんですけども、 ほんとね、松田のマヨネーズだけバーって出てきたり、目の前にバーってね、出てきたり、なんかオーラを放ってるような感じがあったりね。で、野菜もね、なんかそういうのもあったりするんですよ。肉とか魚も、まあいろんな商品ね、パンとかもね、面白いですよね。あれなんだろうなって感じなんですけども、ね。 ねえ、なんだろうなーって感じはするんですけどもね。まあそういう商品をね、紹介させていただいていることが多いんですけどもね。ね新商品はもちろんなんですけども。ねなんでね、まあそういう商品でね、まあ紹介したいなと思っているのもまだまだございますんでね、本当まあ機会があったらというか取っていこうと思っております。ねえ、まあ商品紹介。 ばっかしてますんで、食品メーカーさんもね、結構、結構中がね、ね、食品メーカーさんって結構エゴサーチされてるみたいですよね。<laughs> なんでね、もうほ、ほんと下手な動画は撮れないなって感じなんですけどもね。でもね、おかげさまで食品メーカーさんの方から声かけていただいて、いただいたりとかもね、ほんとありますんで、ありがたいことですね。ということで、ね、今後もですね、いろいろな商品紹介していこうと思っておりますので、よろしければですね、 こちらもお願いします。サントリーの天然水。私ね、ほんと毎日、この2リッター朝コンビニで買ってね、飲んでってるんですよね。やっぱ熊本の水なんで合うのかなって感じもしますけどもね。ほんと水もね、いろいろ、ね、ただの水なんですけども、水もね、ほんといろいろな味ありますよね。ね、ちょっと合わない、ね、自分に合わない味とか、やっぱりありますよね。好みがね。なんでね。 もう私はほんとこればっかりですね。なんか知らんけど。はい。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。